JR 東京駅に社会部の鈴木記者が行っています。鈴木さん、今どうなってますか？はい、連休の真っ最中ということで、東京駅の改札付近は大きな旅行カバンやお土産の袋を持つ人のが行き交っているんですが、こちら電光掲示板は未だに表示されないままです。表示板の下にはホワイトボードが設置されまして、本来掲示板が表示するはずの出発時間ですとかホームの案内が書かれています。東京駅ではこの大型連休に合わせて駅員の数を増やして対応していたんですが、今日のトラブルを受けてさらに増員、10人ほど増員したということです。駅員によりますと、ここにある4つのホームからは1時間あたり15本ものの新幹線が出発していくということで、それらの細かい情報を手に持った駅員が乗客に案内をするなどして混乱を防いでいます。明日は3連休の最終日ということもあって、さらなる混雑が予想されることから、 JR 東日本は一刻も早い復旧を急いでいます。